アイテム番号 SCP-732JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-732JP はサイトの標準電子機器保管室にて、電源非接続状態で保管します。実験時には電源として指定された単三乾電池のみを使用してください。現在 SCP-732JP の実験は特別な理由がない限り行われません。説明 SCP-732JP は、射精の電子はザラ天秤 PS7 モデルです。製造元を示すマークや投資番号は存在しません。また、同製品が単4電池で稼働するのに対して SCP-732JP は単3電池で稼働します。SCP-732JP は計測した固体の質量、体積を変化させます。物体の体積は質量の変化に比例し、物体の密度は変わりません。液体、気体を媒質とした測定は媒質を保持した容器の質量が変化するという結果をもたらしました。計測の際、その大きさからは本来測定不能であるはずの物体を乗せた場合でも一切損傷せず、キログラムや mg などの SI 単位計にて数値の表示を行います。この性質から、SCP-732JP は破壊不能であると推測されます。SCP-732JP による固体の質量計測はプラスマイナス 0.01 から 1000g 程度の誤差が生じ、そしてその際に計測された質量が計測物の質量となります。特筆すべき点として、富士通の R6PUC 単三電池、通称クロマンガン、以外の電池を使用して稼働している場合、SCP-732JP の示す誤差は非常に大きなものになります。実験記録 732JP-1、日付2000年、月、日。対象純度、CU、100g。電源富士通製 R6PUC、回収時に使用されていたものを有用。方法対象を SCP-732JP を用いて測定する。結果 SCP-732JP102.3g と表示。実際の銅の質量、体積も 1.023 倍に正確に変化した。実験記録 732JP-2、日付2000年、月、日。対象純銅 100g、電源富士通製 R6PUC、回収時に使用されていたものを有用。方法対象を SCP-732JP を用いて複数回測定する。結果 SCP-732JP は 105.0g と表示、質量、体積も 1.023 倍に正確に変化。2回目以降の測定では表示、質量、体積ともに変化なし。メモ変化後の物体を加工し、再度測定を行ったが変化はなかった。SCP-732JP による質量、体積の変化は1回のみであると推測される。実験記録 732JP-3、日付2000年、月、日。対象水銀、HG、100g、生成水、H2O、窒素、100ml。電源富士通製 R6PUC、回収時に使用されていたものを有用。方法対象を SCP-732JP を用いて回測定する。結果変化せず、メモ固体のみが反応する模様。実験記録 732JP-4、日付2000年、月、日。対象クロオアリなど、小型昆虫などの生物20数種。電源富士通製 R6PUC、方法対象を SCP-732JP を用いて測定する。結果いずれの個体も変化なし。メモ生物は対象外であると考えられる。実験記録 732JP-5、日付2000年、月、日。対象調理済みカップラーメン、内容量 77g、1個。電源富士通製 R6PUC、方法対象を SCP-732JP を用いて測定する。結果 SCP-732JP は 101g と表示、対象も変化。麺と具材がわずかに大きくなっていた。D クラスに接触させたが異常はなし。メモ何を思ってこの実験をやったんだ？博士。液体と固体が同時にある場合の実験です。どうもやっぱり固体だけのようですね。研究員。実験記録 732JP-6、日付2000年、月、日。対象市販のブドウゼリー 100g、電源非立ちマクセル製 LR6T4P、実験 732JP-5 までに使用された電源が切れたため交換。方法対象を SCP-732JP を用いて測定する。結果 SCP-732JP は 12,504g と表示、対象も変化。収容室内は巨大化したゼリーで満たされた。
実験を補助していた D クラスと記録官各1名が軽傷、収容室を清掃し損傷を修復する必要があった。メモ SCP-732JP の特異な反応が初めて確認された例。実験を屋外で行うことが提案、承認された。柔らかいゼリーだったおかげで、幸い死傷者は出ませんでした。二度とゼリーは食べたくなくなりましたが、研究員。実験記録 732JP、7、日付2000年、月、日。対象絹ごし豆腐 10g、電源複数のメーカーの単三電池。方法電源に富士通製 R6PUC 以外の単三電池を使用し、対象 SCP-732JP を用いて測定する。結果すべての対象の質量、体積は極度に増加または減少した。メモ SCP-732JP の実験は電源を富士通製 R6PUC にして行い、それ以外の電源を使用する実験は事前の申請が必須となった。特別な理由がない限り、クロマンガン以外を使用する実験は許可されないことを覚えておいてください。豆腐まみれになったグラウンドを掃除するのも、巨大な豆腐が現れた、という目撃に対してカバーストーリーを適用するのも、サイト、81、の職員誰一人として二度と経験したくないです。サイト、81、管理者。実験記録 732JP、8、日付2000年、月、日。対象合理 5g、電源パナソニック製アルカリ電池 LR6XJ、4SE。方法財団所有の離島にて、電源に富士通製 R6PUC 以外の単三電池を使用し、対象 SCP-732JP を用いて対象の変化の最大変化重量を測定する。結果対象の重量は通常時の範囲内で変化した。メモ後に富士通製 R6PUC を電源として使用した実験を行った際、重量の特異的な変化が発生。SCP-732JP に使用される電源が変更された。追記電源の性質上、富士通製 R6PUC よりも長期間使用可能な資産でしたが、消費速度は変わりませんでした。ホイ SCP-732JP の定期実験時、実験補助をしていた D-2541 が SCP-732JP の天秤部分に対して手で圧力を加えました。この際、SCP-732JP は、編集済み、と表示、D-2541 は、編集済み。幸いにして、に被害はありませんでした。SCP-732JP に関するすべての実験を終了します。SCP-732JP に関しては十分に実験が行われました。指定電源以外での使用は食料問題の解決には役立ちそうですが、我々がそれを行うにはまだ時期が早すぎます。博士、